目の前に、そびえ立っている立派な山、あれは山形県、それから秋田県のね、県境に位置する鳥海山、象徴的な独立峰ですよね。ここに行きたいなと思ってるわけですよ。ちょっと雪があるんでね、山頂まで登山ってわけにはいかなそうですけれども、もうなんか登山道行くドライブロード、スカイラインみたいなやつですね、がもう空いてるらしいので、行けるとこまでね、車で行ってやろうかなと思ってまーす。美しい鳥海山、よーし、登りに行くよー。鳥海ブルーラインを走りまーす。どんな景色が待ってるやら。さあ、一番高い展望台、鳥海山ね。ここ建て展望台とかって言うらしいんですけど、あっち秋田県。あ、でもここも秋田県なのか。もう秋田県に入ってるんですね。あっち男鹿半島かな。これ男鹿半島じゃないかな。はい。素晴らしい景色。まだ雪が残ってる。こっちが山形県側やね。美しい。やってきたぜ、鳥海山の5合目らしいですね、ここね。美しい景色とおはぎさん、ちょっと逆光、こっちがいいか。秋田側に目を向けるとおはぎさん綺麗に映る。おはぎさん、高いとこっていいよね。ねえおはぎさん、ここは5合目ってことで、まだまだ登山して山頂まで行こうと思ったら結構大変っていうね。美しい景色。鳥海山鉾立て、鉾立てなんだね。鉾立て高原の駅っていうことですね。はい、日本百名山の中継地点。展望台らしきものもありますね。おお、谷だ、谷、鳥海山の谷で、あっちが山頂。雄大。山形秋田の象徴ですよね。素晴らしい景色だ。いつかこの山を登ってみたいと思うんですが、まだちょっと残雪強くて登るのしんどそうなんで、また次の機会としてこの山並みを眺めてみると、この辺にね、見て滝がちっちゃいのがありますね。雪解けの滝なのか、いつもある滝なのか分かんないけど、すごい景色だ。鳥海山とおはぎさん、いやー素晴らしい鳥海山の景色。おはぎさん映えるね。あっち秋田川、海、男鹿半島もうっすら見えてます。いや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 、素晴らしいねね、おはぎさん。すごい景色だ。美しい景色で、あっちに見えるね、あの島、この島はね、飛び島
という島だそうです。結構簡単にね渡れるみたいなんですけど、何があるかまでは知りませんが、島影も見れる。で、男鹿半島が向こうに、男鹿半島。楽しいドライブでした。ありがとう、最高でした。鳥海山マギー、よし、最高でした。